ね、ご連からいきましょうかね。はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、それではね、今日はこちらの表題のセミナーをしていきます。試験で実力を発揮する心の持ち力セミナーということで、副題からですね、本試験ですでに最大限の実力を発揮する方法という、ね、お話をしていただきます。で、ちょっと実績ということでね、どういう内容ですか、どういう実績があるんですかという話を少しですね。で、今日今から喋る話は1時間半ぐらいの多分喋りだったんですけど、こういうふうになります。2014年の、ね、2月9日にネットスクールさん、ね、まあ、この本を書かれている出版されている会社さんなんですけど、ネットスクールさんから、ね、まあ、呼ばれまして、セミナーやったんですけど、その内容と、まあ、ほぼ同じです。今日しゃべる内容ね、うん、で、次です。じゃあどういう実績あるかというと、まあ、もちろんネットスクールさんとお話をして、まあ、結構ご評価いただいたというのもあって、そして税理士のね、長谷川さんという方、これ茨城県の方なんですけど、うちの、ね、まあ、塾生というかメンタルトレーニングの塾生ね、の方なんですけど、そちらの方が4科目受かってましてね、で、税理士試験なかなか5科目目受かんなかったという状態だったんですけど、おまあ、サマネジクに行ってきましてね、メンタルトレーニングを、受けました、ね、その結果、まあ、合格されたということでね、14年目だったかな、確か税理士試験もね、で受かってすごく喜ばれたということで、あの感想動画なんかも載ってますから、うん、ね、長谷川さんで、ね、入れていただくとね、男性の方ですけど、載ってますから、ね、また見ていただくとね、いいと思います。ちょっとリンクも貼っておきますね。はい、で、次です。他はね、あの50人ぐらい今日喋る内容のセミナーを受けてます皆さん、ね、まあ、うちの簿記の塾生中心にですけどね、他にもいっぱい受けてます。あの簿記じゃない方もね、これだけ受けたいという方いますからね、いっぱい皆さん受けてくれましてね、まあ、結構すごくね好評いただいたというセミナーの内容にはなっております、ね、で、あのベースは実はこれです。2012年の7月の13から15日に、あの心と脳のワークショップということで、これ辻秀一先生という先生がこの本書いたんですね、うん、スラムダンク勝利学っていう、あのちょっとボロボロでね、あの表紙がもうないんですけど、うんうん、これ結構古い本ではあるんですけど、まあ、まだ今売れてるという、うん、ね、あのスラムダンクっていう漫画、バスケットの、ね、漫画をベースにしながら、要するにメンタル面のね、話をしているという本なんですよ。でこの本僕昔買いましてね、自分が某大手の、ね、専門学校で国税専門官の講師をやったんですけど、その時のね、まあ簿記の内容を教えるに、他にね、まあ、ちょっとメンタル面の話もしようかと思ってちょっと悩んだ時にこの本発見したんですよ。で当時スラムダンクすげえ人気だったんで、買って読んだらすげえハマっちゃって、いやこれはいいぞということで、これもねちょっと僕少し喋ったんですよ講義中ね。そしたらね、国税専門官って合格率大体 10% ぐらいなんですよ。でも僕のクラスはね、あのこれメントレで強化されて8割9割取ったんですよ、うん、すごく良くて、やっぱメンタルも大事だなということで、思ってた中でね、ちょっとあるきっかけで、ちょっと本格的に辻先生の話を勉強したいなと思って調べてみたらね、これやってたんですよ、ね、で僕参加しに行きましてね、東京青山に行ったんですよ、3日間の集中講座です、ね、約24時間じゃないですよ。それで学んできました。でこれをベースにしながらね、で、ちょっと僕は簿記の先生なんで、一応簿記の受験という立場からちょっと研究重ねましてね、他の本もいっぱい読んだんですよ。あの先生以外のやつも全部読んだんですよ、うん、いろんなこと読んだんですけど、それでちょっとまとめてね、じゃあまあ受験生のためにはね、こういう心持ちでやったらまあいいんじゃないかなという、いわゆるメンタルトレーニングさんというのをちょっと開発しましてね、出来上がった、まあ、セミナーの内容になりますね。さてね、あの今日ちょっと受けて、あ、ちょっと興味あるなと思った方はね、まずちょっと多分これが一番いいかな、読みやすいと思います。このスラムダンク勝利学っていう本ですよね、うん、これを読まれるといいかなというふうに思います、ね、はい、ということで、前置きはこのぐらいにしましてね、早速じゃあね、本試験でね、どういうふうにすれば、常にね自分の実力を発揮できるのかなっていう話をね、これからしていきたいと思います。はい、ちょっと板書形式で喋っていくんでね、いっぱい書いてみます、ね、それを真似してね、書いて映すようにしてください。はい、じゃあちょっと一回消しますね。